島田さんのこうお仕事の内容を聞いてると、ええ、なんかこうワクワクさせる、うん、職人さんも身内も、うんうん、海外の外の人も、いろんな人をワクワクさせようとしている感じがする。そうですね。狙ってやってるわけじゃないんですけど、狙ってるわけではない。狙ってるわけじゃないんだけど、結果的にやっぱり職人さんにもチャレンジするきっかけとして、じゃあフランス行ってこんな場所でやりましょうよ。一方、北欧のデザイナーを京都に連れてきて、座禅をしてもらったり、関わる人がなんか新しい刺激を受けて、知的好奇心がくすぐられるような、まあそんな風な形で、その、どんどん人を巻き込んじゃいますね。でも巻き込むのはトッププレイヤー。一番その、例えば漆を塗る京都で一番上手い人。金網だったら、金属の金網を作るのが一番上手い人を集めて、ドリームチームを作るんですね。サッカーでも日本代表とか、あとはもうトップチームを作るのと同じような発想ですね。でそれで世界で戦いましょうっていうと、まあ燃えますよね。それでいいですっていう人はもう、まあそれ以上は口説かないですけど、それが例えば家具だったり自動車で世界を目指そうとか、アパレルの友禅の職人さん、友禅染めの職人さんだけど、でもそれを海外で売るとどんな風になるかっていう風な話を絶えずするようにしてますね。島田さんの仕事は京都にいることではなくて、うん、京都を知ってもらうことだと思うんですけども、うん、世界中、まあ、飛び回ってると思いますけど、どうやってこうこの国というか、京都をアピールする。そうですね。人それぞれね、京都に対する興味って違うんですね。さっきのペルージャのキップモギのスタジアムのキップモギのおばちゃんは、世界遺産がすごく好きだったとか、または食べることが好きな人も多いんですね。特にフランスの人なんかは、京都のそのお料理、昆布だしとカツオだし、これをどうブレンドするのかっていうのはすごい興味あるんで、その人それぞれの持っている興味とか、文化とか、そこにぴったりくるようなものを提案してあげることが多いですね。京都もそうですよね。世界に旨味を持っていこう。そう。日本しかない、そうなんです。旨味という食文化を世界に広げようと。そうなんですね。それも絡んでるんですか？そうですね。これから。なんだかいっぱい絡んでますね。いろいろ、京都の仕掛け人で自分で言うのも変ですけど、はい、まあその、伝統だけの京都じゃなくて、新しい京都とか、革新を起こす、新しいものを作って、さらにみんながあっと驚いたり、サプライズだったり、それを見てみたいと思う人が一人でも多く増えた方がいいかな、なんと思って仕掛けてますね。仕掛け人は島田さんだったんですね。いろいろやってますね。はい。そっか、京都でなんかあると島田さんがなんかやってんだなって思った方がいいぐらいやってるってことですね。やってますね。いろんな、それが衣食住、学び、学校とかですね。あとは遊び。なんか人がその、楽しみたいこと。例えば、保津川下りという川があるんですね、はい、で川の渓流下りなんかも新しい表現で、ミシュランのグリーンミシュランというのがありまして、食べるだけじゃなくて体験型の自然の中で体験する、東京だったら高尾山に登るとか、はい、それの京都の川下り、それもミシュランに入れて世界の人にその渓流下りをしてもらうような仕掛けをしたり、いろんなことをやってますね。京都の究極のおもてなし、はい、これってこう結構その、例えば文化って面白いですけど、そのちょっと知識がないと分かりづらいって、文化ってあるじゃないですか。ありますね。例えばまあちょっと入った時に、そのお香が絶えてたり、まあその茶室に入れば、その季節に合った意味のある、そのお香と掛け軸と茶があって、ね、それをこっちがすごく分かっていれば、うんうん、この花をご主人が摘んできてくれたんだな、この日のためにとかっていう、ありますあります。京都のさりげない、そう、
言わないけど分かってや、うん、みたいな、うん、よくおもてなしってあるじゃないですか、ありますね。こっちもちょっと分かってないと、うん、これはこの時の時期季節が咲かなくて、うん、これはもう本当に歓迎の意味の花でとか、そうなんですよね、お香の香りもこうで、茶もこうで、そうそうそう、これを炊くには15分20分前ぐらいから火をちゃんとくべて、うん、そのいい音が鳴る蒸気がふーって鳴る時間帯を測って、そうそうそう、おっしゃる通り、僕らが入ってくるまでの時間帯を測ってやってたんだなっていうのをこう見せないけど、それを実はしていてみたいなのが京都のこう奥深いおもてなしだったりする、ありますね。本当に今おっしゃった通りで、それを知ってるか知らないかっていうのがすごく大きな要素なので、なんかその勉強っていうと、その英語とか数学の勉強じゃなくて、日本人が日本として育んできた、その積み重ねてきたいいものの、要素っていうのは学んでいくと、すごくそれが楽しい、興味深く楽しいことのお互い響き合えるような、そういうテーマのことだと思うんですね。お香にしても掛け軸にしても、この季節または草花ですよね、岡田さんが来られるから、今日はこの花を用意しておきましたというのを、あからさまに用意したでっていうんじゃなくって見たら、あ、実はこれは岡田さんが前好きな花だと言ってたようなものを準備しとくとか、そういうなんかこう気持ちの中で通じ合うようなものっていうのは、すごく日本人としてもそうだし、京都の人としても大切にしているところはあると思うんですね。島田さんおすすめの京都、はい、はい、3つ挙げるとして、3つですね、これね、僕が、うん、まあそのちょっと失礼かもしれないですけど、京都をおもてなし大使として、はい、こう今後、うん、またまあ皆さん京都に、ええ、ここは押さえといた方がいいよ、そうですね、いくつかあるんですけどね、はい、一つはね、まあカフェで伊右衛門サロンというカフェがありましてね、はい、でそれはですね、絡んでるんですよね、そうなんです、それこれは自分自身が世界の人が京都に来てもらった時に、お茶をですね、そのもっとカジュアルに楽しんでもらえればなというのがあったんですね、お茶って難しいイメージがあるけど、もっと楽しくワイワイ騒げるような、まあ、そんなのがすごくあるといいなと思ってたので、そういうものをプロデュースしたりとか、うん、あとはですね、伊右衛門サロンもやってたんですね、そうですね、はい、はい、あとはですね、はい、ちょっとこれはディープなここだけの情報ですが、はい、京の酵素浴っていうのがありまして、酵素浴、はい、これはね砂風呂と同じようにおがくずの中に、そうおがくずが発酵して60度ぐらいになってるんですね、うん、でそれが酵素で発酵しているので酵素浴っていうんですけど、うん、これはね外資系のコスメの化粧品の会社のスタッフが、女性スタッフが来られて、うん、世界中回った中でこれが一番デトックスだっていう風に言ってくれるようなものがあるんですけど、うん、ほとんど公表されてないんですね、へー、だけど どこに行けばできるんですか、インターネットで検索すれば出てきます、ね、酵素浴、うん、これはねちょっと僕もハマってますね、あ、だからちょっとツルツルなんですね、これはね週1回ぐらい行ってますへえー、そういうのもあるんですね、うん、そうなんですね、じゃああと一つ、あと一つはね、はい、次食事だと吉田屋料理店、これはね、うん、観光ガイドには一切出てなくて、うん、またさらに取材もほとんど受けてない料理屋さんなんですね、うん、でここはですね路地の一軒家を改造していて、吉田さんという女性なんですけど、うん、世界各国旅をしてるんですね、うん、で旅をしてその国で得てきた料理を皆さんに振る舞うんですけど、うん、京野菜とか、うん、京都の素材と海外の味付けをフュージョンしてると、フュージョン組み合わせて、フュージョンって僕ドラゴンボール以来聞きましたフュージョン、まあそういう京都のいい素材と海外のエスニックな味を合わせてみんなに出したりするようなお店、吉田屋料理店、そうですね、これはね実は
多くの有名人な方も来られてますね。へえ、はい、ちょっとじゃあ注目ですね、うん、ええー今日とっておきのものを皆さんにお伝えしちゃいましたけど、ありがとうございます、はい、特別な、はい、これはかなりディープな京都ですね。まあ今こういう時代でこう、なんだろう、どうやって世界に発信していっているんですか、うんうん、そうですね、その京都っていう場所、うん、これはですね、まあ京都を知っている方は世界で多いんですけれども、もっと絞り込んで皆さんがその、食に興味のある人、いろんな興味をもっと引き寄せるために体験してくださいと、うん、例えばお料理を作る体験を京都にしに来てもらうような仕掛けをしたりとかですね、うん、まあ、触れる、そうなんですね、触る機会をどんどん作っていくっていう、そうなんです、ですから人と人、ヒューマンマグネットってさっきおっしゃってくださったけど、うん、結局街に魅力があるんじゃなくて人に魅力があるような、そんな風な発信と表現をこれからもしていければな、なんていうのは考えてますね。京都に面白い人がいるでみたいなことをイタリアとかギリシャとかアルゼンチンの人が言ってくれればすごく面白いと思うんですね。じゃあ最後にですね、はい、島田さんが考える、はい、京都の良さ、はい、伝えたい大切なこと、はい、これ難しいですかね。そうですね、大丈夫ですか。ああ、大丈夫ですよ。まあ京都の良さ、いろんなの、こういう言葉があるんです、はい、ぐちゃぐちゃってもう いろんなものが混ざってる、はいはい、京都もいろんな仏教の中でも宗教の中の仏教でも流派宗派があるし、うん、お茶でもいろんなお茶もある、食事もある。で、京都は和食だけじゃなくて意外とスペイン料理とかイタリア料理の店も多いんですね、うん、お肉の店も多いとか、うん、伝統工芸もあれば最先端の、バッテリーとか太陽光電池を作ってる会社もある。で、何でもぐちゃぐちゃあるのが逆に面白いというふうなのが京都の面白さだと思うんですね、うん、で、時にはそれを座禅をしながら、精神統一集中しながらそんなことを考えたり街を歩いたりするっていう、もうなんか日本人としての一番面白いところがキュッと集まってるようなのが京都なのかなと思いますね。 J-WAVE グローイングリード、今夜は京都プロデューサーの島田明彦さんにお話をお伺いしてきました。なんだかね、本当におしゃべりが上手な方で、なんか本当に京都に行きたいなって思いました。ですし、なんかこうヒューマンマグネットって言われる方と何人かこうお会いすることがやっぱりあるんですけども、やっぱりなんかワクワクさせてくれるですよね。きっとみんなを、いろんな人をワクワクしてさせて、なんか巻き込んで楽しく仕事をしようよっていう感じの場を作れるっていう人がやっぱ何人かこの仕事をしててお会いしますけど、なんか本当になんか場所を宣伝するには人が面白いんですよ。その人の中には技術であったりとか、こういうことをやってる人がいるんだよとかっていう、こう場所を宣伝するには人を宣伝するというか、人の面白さを伝えるのが一番わかりやすいですねみたいなことをおっしゃってましたけども、まあ、まさにその通りだなと思いますし、まあこれからどうやってどんな風に京都、そして日本を、まあ、世界に伝えていってくれるのか、楽しいことをされるのか、すごく注目のある方だと思いました。